おはようございます、ご危険です。本日は火曜日でございますね。いやー災害級の暑さですね雨でも降ってくんねえかな、もう。昨日の定休日はですね、先週ちょっとジーパンのびちょびちょウォーキングをやってすごいいい感じに癖がついたもんで、ちょっと今日はもうじゃあ702の方をやろうかなと思ってやったんですけど歩いててさ、もう折り返し地点ちょっと過ぎたあたりでさ、死にそうになったんですよ本当に。でちょっとそのまま海にドボンって入ってさ、いやすごい気持ちよかったの、海なんかに入るのなんかさ何十年ぶりぐらいよね、まあすごい気持ちよくてさ、その後最悪に気持ち悪かったけどね乾いた後ねなんかこうヌメヌメするしさ、ジャリジャリするしさ、中まで砂入っちゃってるしさああいうのは CO 種でねやるんだったらまだいいけどさ、まあ、ついでにこっちちょっとこすったりしてたけどその後のさ生ビールがさ最高にうまかった。ダラダラに汗かいてさ、海の中入ってさ、はしゃぎ回ってさ、でこうやってね乾かしてたんだけど、いい感じでこうね日焼けもできるし、その後の生ビールだったから最高だね、最高。なんか曇ってないカメラ来週も海水浴行ってこようかな、まあそんな感じでね、本日も何も関係ないお話から、一日が始まっていきます。本日も頑張って54シェビーちゃんの作業を進めていきたいと思うので、皆様最後までご視聴よろしくお願いします。できましたら高評価グッドボタンしてくれると嬉しいなさあ頑張っていきましょう。ちょっと昨日はしゃぎすぎちゃってさ、筋肉痛なんだ昨日定休日の日に、ちょっと撮った動画があるんで、まずそちらをご覧ください。はい、ただいま、月曜日定休日の夕方の4時半ぐらいでございます。ちょっと数値で見てみましょう。数値というかメーターで見てみましょう。よいしょ、狭くて挟まっいてよいしょ、若干下がってるような感じするよね。でもね、全体的に下がってる、全体的に下がってる。一箇所だけ極端にダコーンつってね下がってない。全体で同じぐらい下がってる。まるまる一日でね、いい感じでしょう。今日でだから丸々2日間上げっぱなしにした感じで、今こんな感じですね。右の前が一番空気が抜けちゃってるけど、正直このぐらいだったらね、どっかから盛大にエアが漏れてるっていう感じではないですね。まあ昨日もちょっと思ったけど、まあ、全体でゆっくり抜けてる感じ。もうどっかでね本当に漏れてるんだったらね、2日間なんか持たないしね。まあ僕の過去の動画でそういうのもいっぱい出てるんで、そういうのを皆さん見てくれてるからわかると思うんですけど、まあ正直これぐらいだったら全然問題ないです。まあ丸々1日目一昨日ね作業終わって夜中にも見に来たし、次の日の明け方にも一回見たけど、まあ別にこれぐらいの抜けだったら優秀な方だと思いますよ。できればさ何にも抜けないっていうのがやっぱり理想なのかもしれないけど、なかなかそんなわけにはいかんからね。だいたい上げててさ10分15分でさ、もう空気こうやって抜けてくやつとかザラにあるからね。よくそれでみんな乗ってるなって思うんだけどさ、平気な人は平気だよねまあそれをねほったらかしにしていくとね、そのうち走りながらぐーっとどっかがこう下がってったりしちゃうんでね、まあ大丈夫、大丈夫っちゃ大丈夫だけど、一応ね全部見ます。まあフロントのエアバッグ以外ね、多分漏れてないと思うよ。でも一応ねちょっと一個ずつね見てくんで、
あのエアチェックはします。いつものねやつでチューシュー吹きかけてね、どっか漏れてんだったらプク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 って泡ん出るんだけど、もしそういう箇所が今あるとしたらこんなにね保ってない、もう一気にズボンってねどっか四輪のうちのどっかがねズコーンってね下がっちゃってる状態になると思うから、そうなってないんでまあ大丈夫だと思いますよ。でも一応見ます。よし、ちょっと待って、どうやって出よう。あ、腰の方はねだいぶいいです。あとブーツ超馴染んでる、もう。よし、じゃあちょっとリア側から行こうか。ちょっと用意します。はい、それじゃあこの辺からちょっと見ていきましょう。これですね、いつものエア漏れチェッカー。ちょっと待って、クソあっちいこの中。はい、ではちょっとこの辺にね吹きかけていきます。あんまりねここにはねビタビタ水分をねやりたくないんだけど、まあ漏れちゃいないわな。どこもプク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 ってなってこないよね。ちょっと待って、もうちょっと泡をさせよう。あのこっち側はさ、あのどこの箇所もさね、シールやってあるから大丈夫だけど、漏れるとしたらここだと思うのよね、このズボって刺さってる方ね。はい、どこもプクプクしてませんね。OK ね。OK ね。OK ですね。大丈夫です。拭き取ろう。軽く。まあ、これ洗剤なんでね、よいしょ。洗剤なんで、あ、下落ちた、ちょっと。洗剤なんで、別に、ほっといてもこの泡は消えるんで。取らなくても大丈夫だけど。よし、じゃあちょっと下側とかここも見ようね。はい、ここも大丈夫ですね。プクプク来てないね。まあ、この状態でね、さっきも言ったけどプクプク来るようだったら車高もっと下がってるからね。2日間持たない。まあ大丈夫だろうね。今度下見ます。はい、どこも来てませんね。そりゃそうだと。待って、泡だけ欲しい、泡だけ欲しい。大丈夫ですね。大丈夫です。ちょっとここ泡残しとこう。大丈夫で、ちょっとエアバッグのとこ、あいって腰っていうのはこの姿勢、ここちょっと待って、腰が。はい、大丈夫。ちょっとこんな感じでね、ぐるぐる見ていきますんで、どっか漏れてたらちょっと映しますね。はい、大丈夫。そりゃそうだ。じゃあ反対側。はい、ここも大丈夫ね。当然だよ。はい、いて、腰が痛い。はい、ここ大丈夫。ここも大丈夫。ここ漏れてます。ここ分かる？こう、これがね漏れてるとこ。はい、ここもう一回ねちょっと外して、ここねコンプレッサーを外してもう一回巻いてやります。でつけてる時にもさ、説明したと思うんだけど、ここを思いっきり締めちゃうと空気遮断しちゃうもんで、4周ぐらいしか入んないんですよ。なんでシールテープではなくて、あれにしたんですよ。そういうふうに説明したと思うんだけどね。だからここね、ちょっと足りないってことですね。まあ、ここちょっとやってみましょうね。もう一回こっち見とく。こっちはだからちょうどいい感じでいったんだよね。ほら、こっちは何もないでしょう。じゃあここね、ここをちょっと後で見ましょうね。下は大丈夫ね。じゃあちょっとね、このままメーター向こう側の方を見て、最後に、ちょっとここね漏れたところを直していきますんで、ちょっと前行きます。それではゲージの裏側のとこですね。ちょっとすっごいやりにくいんで、ちょっと一回カメラ止めます。はい、今あわあわちゃんをかけました。
漏れてたらもうこの時点でねぷくぷくくるんだけど、来てないから大丈夫ね。ちょっと待って、拭き取ってから。大丈夫だね。根元の方もちょっと、今根元は多分ね、さっきも言ったけどここね大丈夫だと思うんだけど、こっち、ちょっと待って、あんまりビタビタしたくない。指で喉どう？ああ全然大丈夫ね、どこも漏れてない。では軽く拭き取っときます。全然大丈夫、全然大丈夫よ。よし、あー痛え痛えちょっと待って、挟まってんのここに。何回も言うけどこれ洗剤だからね、全然大丈夫ですよ。ちょっと待って、ちょっと出るから待ってて。はい、それでは持ってたのはそこだけですね。うん、ちょっと待ってて、用意するから。今止まってるかな、今止まったかな、止まってるじゃなくて止まったかな。ちょっと待って、泡だけ残ってもらいたい。止まってるね。うん、これでちょっとコンプレッサー回して、今ね空気がちょっとずつもう抜けちゃってた状態だと思うので、これで空気入れてまたブク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 ってくるかもしれないので、ちょっとコンプレッサー回してみます。ちょっと待ってね、腰ってやりにき。はい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 、いや入れない車内にあー腰痛い。ちょっと回します、キーオン。でこの状態で結局さ、タンクのとこ漏れちゃってたらコンプレッサーが止まんないわけですよ。いつまでたっても空気がたまんないので。はい、今コンプレッサーが止まりましたので、電ファンはまだ動いてというか、キーオンで電ファン直に回るようになってますね。まあね、夏だからその方がいいかもね。センサーとかついてないもんな、これ。この段階で今タンクが満タンなんだけど、止まったってことは、プクプクは来ない。大丈夫だね、これで。ではね、もう一回、ちょっと待って、中に入るから待って。ではですね、もう一回ちょっと空気を入れて、この125っていう数値のところ、その辺まで空気を入れて、またちょっと置いときます。はい、今オンにしてもタンク動かないでしょ。はい、ちょっと入れますね。こっちも合わせよう。125ぐらい、後ろも合わせます。あ、ちょっと行き過ぎた、ちょっと抜こう。難しいな、おいだいたいこんぐらい。よし、今ちょっと合わせたので、若干違ってもね、いいんで、とりあえず入ってることが重要。ちょっと待って、もうちょっとこっち入れようか、ケツ。はい、入れすぎた。よし、これで針が合わさった。はい、これでね、もう一回、またもう一回って、熱いからおかしい俺。はい、これでまたちょっとね、今日一日ね、またチェックの繰り返しです。何時間か置いてまた見て、今日夕方ぐらい、今ね、午後1時ぐらいなんで、今からお昼休憩を取りまして、置いといて夕方、見て数値がどれぐらい、まあ大丈夫だと思うけどね、2日であそこぐらいだったから。いやー、やっとここまで来ましたね。もうちょっとです、あと何日か。まあこれで走っていろいろまた見て、で大丈夫なようだったら終わりなんだけど、ただ今日はちょっとね、その置いといてる間にね、これね、リアのオリジナルの左右両方あるんで、ここをまだ作ってないので、これをちょっとね今日、待ってる間にやろうと思います。はい、ちょっと後輪の方もね、おんまちゃんにの上に今乗せました。よしよし、おじゃ寸法取ってこう。ちょっと待って、汗だくです暑い。はい、それでは今
お昼休み中なので、ちょっとこれをね、あの郵便局に出し行かなきゃなんないので、そのまま、短めのウォーキングをしてきます。ちょっと行ってきます。はい、40分コースのつもりが調子が良かったので1時間歩いてきました。そしたら雨が降りそうな感じで雷がすげえ鳴ってる。あ、全然大丈夫ね。まあ1時間やそこらじゃね、全然大丈夫よ。うん、よし、もうちょっと待とう。でちょっと休憩したら、あれね、寸法取ってきます。暑い。大体ここだな。はい、とりあえず軽く切ったので、ちょっと現物で合わせてみます。ちょっと待ってて。どうやったってぶち当たるぞ。ねえ、ちょっと汗だくです。参ったな、参ったぞこれ。バラすの？いやー嘘だろ。なんとかなんねえかや。ちょっと待って、もう一回頑張ろう。どうやったって当たるわ。そりゃそうだよね、斜めになってんだもん。斜めになってんだもん。ここでバサッと落としゃね、なんとかつくけどね。どっかでバサンバサンって。参ったなおい。全部バラすのは不可能ですね。まあ全バラもできるけど、全バラしたら今度ははまらない、こいつがつくとね。ギリギリでいろいろ作ってるから。いやー参ったな。ここの部分だけ斜めに入れてかなきゃならないので、切るしかないな、ここを。ここを切るしかないな。この分だけね、スライドさせなきゃなんない、向こうへ。うん、でこういうのがなかったらそのままね、スポッて入るけど、結局こういう風に櫓になっちゃってるからさ、でここが斜めじゃん、入ってくわけないよね、どう考えても、物理的に考えても。でこの当たっちゃう部分をスパンと落とせば、このぐらいで多分入る。ちょっと待って、熱い、やべえ、溶けてるように汗が出てきます。